はい、今週はですね、人懐っこくて身長以外は可愛らしい道枝俊介と、そんな道枝俊介に初対面で合気道の技をかけられた西畑大吾そんな息ぴったりの2人でお届けしたいと思いますけども、息ぴったりですね。いや、今日息ぴったりなんですよね。そうなんですよ。というのも、はい、僕ら今ニット着てるんですけど、はい、あのもろかぶりなんですよ。そうなんですよね。私服もろかぶり、全く同じニットでタートルネックかタートルじゃないかってぐらい。そうやね。ミッチーがこうブース入ってきた時に、あっああちょっと待って、かぶってるやんかぶってるやん。いや、もうなんか打ち合わせとかもなしに、なしにもう、まあ、それはなんかね、ちょっとブラジャーさ、一緒に写真撮るからさ、一緒の格好にしようやみたいな話も全くなく、で別に前現場があったわけでもなく、まあこれですよね。そうよ。そう、いやー、そうそう、あのね、黒のニットなんですけど、はい、ちょっとお胸にワンポイントあるような、ワンポイントあるようなニットなんですけど、こんな偶然あるんだね。これは息ぴったりですよ。息ぴったりですよ。来ましたよ。いやー、2人で息ぴったり、うん、最高ですね。最高ですね。